蝶つがいに油を。あれ、ケーナ、何してるの？窓の修理です。もうだいぶ傷んできてますから。そういえばこの窓、開けるたびにギーって嫌な音がするんだよね。最近は動きまで渋くなってきてしまって、押しただけじゃなかなか開かないんですよ。他にも水回りにもガタが来ていて、調べてみたら直さないといけない場所がいろいろとありましたよ。言われてみると結構傷んでるよね、このお城。私たちが生まれるずっとずっと前からあるわけですし、修理して大切に使い続けていくしかありませんね。そう言われると歴史の重みを感じるな。よし、私も手伝うよ。二人でパパッとやっちゃおう。え、メリルが？ダメですよ。こんなことしてるところ他の人に見られたらなんて言われるか。それにメリルはこういうの苦手じゃないですか。前に鳩の小屋を作った時、釘と手を交互に金槌で打って。そういえばそうだった。思い出したら痛くなってきちゃったよ。そうでしょ。ここは私に任せてください。でもケーナだけで修理できるの？結構力がいりそうだけど。大丈夫です。やり方はちゃんと本で読みましたし、あとはここの立て付けを直せば終わりですから。から私の世話から大工仕事まで。ケーナは本当に働き者だな。兵士の皆さんもお仕事で忙しそうですし、できることは私が頑張らないと。よいしょっと。あれれ、これは、なくなっちゃった。どうしましょう。蝶つがいを壊してしまいました。私大変なことを。ケーナのせいじゃないよ。ほらこれ完全に錆びついちゃってる。それは想定外でした。本当なら油を刺すだけで直せたはずなんですけど。かえって見通しと風通しが良くなったからっていうのはダメかな。ダメだよね。誰か大工仕事ができそうな人にお願いするしかないかな。そんな人アールズにいたっけ。いらっしゃい。お、どうした姫嬢ちゃん、貧乏そうな顔してよ。え、それってどんな顔なんですか。一応私一国の王女なんですけど。まったく。いや、まあなんつうか雰囲気がな。どうやら何かあったみたいだな。俺にできることなら相談に乗るぜ。相談ですか。低いんですが、実はお城で。なんだよ、新規癖つらしてると思ったらそんなことかよ。だってこういうことを頼める人あんまりいないし。それに、ああ、皆まで言うな。男ハリル、一肌脱ぐためにここに来たって言っただろう。このこんなもんか。前のが痛みすぎてたから比べるのもあれだが、良くなってるはずだぜ。すごいです。あっという間に治ってしまいました。それに動きもとても滑らかです。だろ。あとは水回りだが、チムステたちがやってるからよ、しばらく待ってりゃ。チムチム
もう終わったか。なかなか仕事が早いな。ほら、ちょっくら見てくるか。なんだかすごいことになっちゃった。はい、見た目と違ってとても繊細で精密なお仕事でしたね。ちょっと感動してしまいました。に褒めてんだろうけど、今の話はとても聞かせられないな。そうですか。人は見かけで判断してはいけないってメリルも教わっているはずですよ。いや、そうじゃなくてね。おお、ジョーちゃんたち、水回りも調子いいぜ。ついでに調理場の釜も直したかったんだが。あ、そこまでしていただかなくてももう十分助かりましたし。いいってことよ。今度暇見つけてやっとくからよ。他にも何かありゃ遠慮なく言ってくれ。武器屋やってりゃこんな仕事朝飯前だしよ。こいつらだって手伝わせてみて驚いたが相当なもんだ。チーム、ま、俺たちがただ武器売るためにこの国に来たわけじゃねえってこった。こういうことも仕事のうちよ。ねえ、チムスケ。チーム、チム君もありがとね。ここでお礼にって言いたいところだけど。だから気にすんなって。困ったことがあったらお互い様だろう。それでは代わりと言ってはなんですが、お茶を入れましたのでどうぞこちらへ。おお、そいつはありがてえ。仕事終わりの一杯は格別だからな。キムム、つわけで姫ジョーちゃんよ、今回の礼はこのジョーちゃんの入れてくれた茶でいいぜ。ケーナの入れてくれるお茶は世界一美味しいですからね。外から人が来て住みやすくなる。住みやすくなればまた人が来る。この国もこうやって少しずつ新しくなっていくのかな。これは、これは、なるほど。姫様、かしこまりました。